サラマンカ生命、特別なニーズ教育における原則、政策実践に関するサラマンカ生命とは、1994年6月7日から10日に、かけ、スペインのサラマンカにおいてユネスコと、スペイン政府によって開催された、特別ニーズ教育世界会議、アクセス都質において、6月10日に採択された、宣言である。特別ニーズ教育世界会議には、 92カ国の政府と25の国際組織から合計300名以上が出席し、インクルーシブ教育のアプローチの促進と、それに向けた教育の基本政策の転換について討議が行われた。国際連合が掲げる万人のための教育の目標実現に向け、学校がすべての子どもたち、とりわけ障害児や移民など特別な教育的ニーズを持つ。 子どもたちに対応していくため、ユネスコをはじめ、その他の国連機関、専門機関、非政府組織、基金提供機関の代表に加え、教育行政の高官、政策立案者らが出席した。宣言と同時並行して、特別なニーズ教育における原則、政策、実践に関するサラマンカ声明並びに、行動の枠組みが採択されており、インクルージョンの原則、 万人のための学校の必要性の認識を表明している。ありがとうございます。